門別競馬12レース王冠賞1800です能力偏差値ですが S ランク1等 B ランク1等 C ランク3等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。2枠2番、ベルピットです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは S ランクとなります。金5層では、前層、2層前、3層前 4層前5層前に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を162層前は黄色線を213層前は黄色線を274層前は黄色線を12上回る優秀な指数をマークしています能力的には頭一つ抜けた存在で連帯確率は相当高いです距離適性を見ていきます距離は紫色の丸です 今回は1 8 0 0ルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が1700、1700が敵距離ですが、4層前の紫の丸、今回と同距離の1800では、まずまずの指数をマークしています。1800も守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、 レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が1頭います。先行タイプが5頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 三走前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は64でトップです。上がり指数は41でトップです。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価をしていいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は11週間の休み明け初戦になります。 鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース感覚はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。5枠5番、西剣ボブです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前、3層前、4層前に黄色線を上回っています。特に2層前は、黄色線を11、3層前は、 黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、2番手グループの一角で、連体四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が2000、3層前は紫の丸が1700、1800は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 2走前は6番手からの競馬です。3走前は2番手からの競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は42で3位です。上がり指数は35で3位です。まずまずの上がり指数で差しが利きそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。1枠1番。 リオスメッセージです能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では前層に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1層前は紫の丸が1200 4層前は紫の丸が1400 1200が適距離ですが 3層前の紫の丸今回と同距離の1800では指数を下げています。1800は長く合わないと思われます。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと1走前は7番手からの競馬です。4走前は花を切っての競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は34で4位です。 上がり指数は3。4で4位です。先行力上がり、指数とも平凡で自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠9番 dsl です。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金5層では前走に黄色線を上回っています。 能力的には、上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は紫の丸が1700、4層前は紫の丸が1200、1700が適距離ですが、2層前の紫の丸、今回と同距離の1800では指数を下げています。1800は若干長い可能性が高いです。 展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は花を切っての競馬です。4走前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は47で2位です。上がり指数は21で7位です。まずまずの先行力で逃げられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。 暫定罰を打っています。八枠十二番、ズンガ・リプテルスです。能力偏差値は五位で、偏差値ランクは c ランクとなります。金五層では、三層前に黄色線を上回っています。能力的には上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、三層前は紫の丸が千四百、昨年の十一月は。 紫の丸が1700、1400が適距離ですが、2層前の紫の丸、1700への距離延長では、指数を下げています。1800は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3層前は後ろから、昨年の11月はクバンテからの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は24で6位です。上がり指数は38で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は、11週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。 暫定二重丸を打った2番の対戦成績は5番に対し2勝0敗12番に対し1勝0敗と勝ち越しています2番の対戦成績は高評価できます暫定丸を打った5番の対戦成績は1番に対し2勝0敗12番に対し2勝0敗と勝ち越しています5番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った一番の対戦成績は 5番に対し、0勝2敗、9番に対し、0勝2敗、12番に対し、0勝1敗と負け越しています。1番の対戦成績には、リスクがあります。暫定白三角を打った9番の対戦成績は、1番に対し、2勝0敗と勝ち越しています。9番の対戦成績は、高評価できます。暫定罰を打った12番の対戦成績は、有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません。 以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二重丸を打ったのは、2番、ベルピットです。能力偏差値は、トップの S ランクです。レース間隔にリスクはありますが、展開と対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは、5番、西剣ボブです。能力偏差値は、2位の B ランクです。展開と対戦成績を高評価しました。 黒三角を打ったのは9番 DSL です。能力偏差値は4位の C ランクです。距離にリスクはありますが、展開と枠順と対戦成績を高評価しました。白三角を打ったのは1番リオスメッセージです。能力偏差値は3位の C ランクです。距離と対戦成績にリスクはありますが、レース間隔を高評価しました。を打ったのは 12番ズンガリプテルスです能力偏差値は5位の C ランクです距離とレース間隔にリスクはありますが展開と枠順を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります是非 指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。